では本日はお客様の声ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではこちらの治療院に来るまでにどんなお悩みがありましたか？はい、こちらに来る前は、うん、もう肩こりとか、うん、あとなんか胃腸の調子が悪かったりとか、うーん、あとはもう体のむくみが一番気になりますね。うんうんうん、肩こりと胃腸の調子とむくみと全身ですね。全身です。その症状に対して今まではどのように対処なさってきましたか？もうなんかその場しのぎでどっかの治療院行ったりとかしてたんですけど、うんうん、やっぱり決まったところがいいなと思って、うん、あ、じゃあ結構あっちこっち行って、はい、でマッサージしてもらったり、そうです、そうです、してもらったりっていうのはしてたけど、はい、こう同じところにずっと通うっていうのはなかなかしてなかった。そうですね、結構転々、うん、として、うん、まあ、良くなったら行かなくなってっていうことが多かったんですけど、うんうんうん、やっぱり定期的なメンテナンスができるところを見つけたいなと思って、うん、あ、そうだったんですか。はい、じゃあこちらに来ていただいてますけど、はい、あ、その、じゃあ今までこう転々と通っていたけれども辛い時に一時的に楽にはなっても根本的な改善にはなっていなかったということで、そうですね、でこちらに来ていただいて、でこちらの問診とかカウンセリングとか施術はどうでしたか？はい、そうですね、すごい、あの、なんでしょう、流れ作業じゃなく、あの、ちゃんとその人に合ったカウンセリング一つ一つ、あの、紙に書いて、あの、教えていただいたりとか、すごい親切というか、こんなに親身になって教えてくださったのは初めてだったので、すごい学ぶことが多すぎて、うん、はい、うん、毎日、うん、課題をやろうって思いました。課題、セルフケアですね。セルフケアですね。課題そういうことですね。です、自分を良くしていくための毎日の課題ということで、はい、あの、教えていただいたストレッチ方法とか、うん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 、やっぱ三日坊主すぎるので、ね、それも次また治療院に行くのだらやらなくちゃ、そうなりました。はい、でもやってたらやっぱり体楽になりません？なりました。うん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 、そうですよね、続けた方がいいんだなって、うん、うん、そうですよね。そう思っていただけると、はい、うん、はい、あとです。はい、じゃ他の治療院、ちょっと重複するかもしれないんですが、他の治療院さんとかと比べて違うところってありますか？はい、違うところ、なんか整骨院とかが多かったので、うんうんうん、整骨院さんはやっぱり、あの、保険内で、うんうんうん、長くなったらプラスでっていう感じだったんですけど、うん、やっぱなんか決められた時間の中でしっかりやっていただいたので、うん、まあ、なんかそれがちょっと違うかなって思いました。うん、うん、ありがとうございます。そしたら同じような症状で悩んでる方っていらっしゃると思うので、はい、そういう方に向けて何かメッセージがありましたらぜひお願いします。なかったらいいですよ。なんですかね、うん、やっぱり根本的な、うん、あの、お悩みっていうのを一つ一つ解決してくれる治療院さんかなと思うので、ぜひ皆さんいらしてください。ありがとうございます。この自分、あの、課題というセルフケアは、はい、お家でできそうというか続けられそうですか？そうですね、うん、なんか分かんなくなったら、あの、うんうん、教えてくれるので、また来た時に続けます。もちろんです。ぜひこれからも続けてください。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いいたします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。